人です。さあ研修生活157日目11月24日、この日はどんな一日だったかというと、到着をした一日でした。その模様をお伝えしたいと思います。さあ研修生活157日目、11月23日は祝日だったのでお休みとなって、11月24日からねまた新しく一日が始まったと。でこの日はね、僕今麻酔科回ってるんですけど、麻酔科の当直が当たってたんですね。ですでにね、何回も麻酔科の当直がどんなものかっていうのはお伝えしてると思うんですけど、麻酔科の当直っていうのはその日の中で一番長い手術っていうのが割り当てられます。それやっぱり最後まで残ってるからですね。ということで、この日僕が体験した症例は何かっていうと、食道がんの手術を体験しました。以前の動画でね、お伝えしたと思うんですけれども、なんかね、この2週間ぐらいは、なんか食道がんが多いんですね。食道がんの手術って結構長いんですよ。なので、まあ、できればね、できれば当たりたくない手術なんですけど、まあ、当直だったってことでね、ガツンとこの日はね、割り当てられました。まあ、その前はね、別に当直じゃなかったんですけど、まあ、2例か3例ぐらいはね、体験してますね。まあ、僕が学生の頃にはね、食道がんの手術ってのは、もう今よりはるかに長くて、もう夜ね、7時、8時ぐらいは行くことを覚悟しなければいけないみたいなね、うわ、食道がんの手術当たったのかよ、みたいなね、そんな感じだったんですけど、最近ではね、そんな7時、8時とかではなく、まあ、5時、6時に終わる手術になってますね。まあ、学生の頃はね、僕実際に食道がんの手術体験したことないので、わからないですけれども、まあ、7時、8時まで行ってたっていうのはね、聞いたことがあります。そんな食道がんなんですけど、まずはね、食道がんがどんなものかっていうのを話しして、その後にこの手術の麻酔がどんなものかっていうのをね、お伝えしていきたいと思います。まずね、食道がんってどんなものかっていうと、初期症状が、なんか食べ物が食べづらいっていう症状が出てきます。食道っていうのは、まあ説明するまでもないと思いますけど、口から胃につなぐ道が食道って言います。このところにね、腫瘍ができて、腫瘍っていうのはこう膨らみですから、食べ物がね、使える感じがするとか、あとは物が染みるっていう症状が出てきますね。で、症状が進行していくと、体重が減っていきます。がんってのは細胞の異常増殖なので、細胞が増殖するときにはエネルギーを使うので、エネルギーの消費量ってのが高いんですね。なのでがんになったら体重が減少するっていうのは、まあ、他のがんでも見られる現象です。あとはね、左声って言って声がかすれるっていうのもこの食道がんで現れる症状ですね。そんな食道がんなんですけど、どういう人がかかりやすいかっていうと、お酒とタバコをする人ですね。実際にね、僕が体験した全ての食道がんの患者さんがタバコも吸っていたし、お酒もねよく飲まれている方でした。なので、過度な飲酒喫煙はね、避けていった方がいいかなっていうふうに思います。どんな手術をするかっていうと、食道を取って再建します。胃を上に持ってきて、切ったところと繋ぐっていう形にします。で、その繋ぐルートが3通りあって、胸骨っていう骨があるんですけど、この胸骨の前に繋ぐ方法と、胸骨の後ろに繋ぐ方法。で、もう一つは、後縦隔って言われるんですけれども、まあ、食道がね、実際に通っているルートを繋ぐっていうね、この3つの方法があります。まあ、ざっくり言うと、前のところで繋ぐ、骨の後ろで繋ぐ、で最後、背骨のところで繋ぐっていうね、3つの再建方法があるんですけども、よく取られる方法は、一番最後、後ろのところで繋ぐっていうのが一番よくやられる方法ですね。実際に僕が体験した手術も全てね、後縦隔っていう後ろのところをね、繋ぐ再建方法でした。やっぱね、もともと通っていたルートなので、そういう面でメリットがありますよね。デメリットは何かっていうと、もしね、うまく縫合できてなかった時に、この後ろの方でね、対応が遅れやすいっていうので、重篤化しやすいっていうリスクがあるんですけど、そこを除けばね、やっぱもともと通っているルートなので、ここのね、後ろで再建するっていう方法がよく取られてます。さあそんなね、食道がんの手術なんですけど、麻酔においてはどう違うかっていうところを話していきましょう。食道がんの麻酔ではなんかね、ガチのモニターをまず使うんですよ。フロートラックセンサーっていうんですけど、いろんなね項目がなんかあるモニターみたいなのを使うんですよ。 SVV とか CI とか SVRI とかっていうのはね、何パーセントみたいなの出てくるんですけど、 SVV っていうのは輸液反応性って言われるものですね。で、 CI っていうのは心経数っていう、心臓がねどれだけの収縮力があるかっていう、そういうのを見るのが心経数で、 SVRI っていうのは末梢血管抵抗ですね。まあそんなこと言っても、もう全然ね、医学勉強しなければ、はって感じだと思うんですけど、まあざっくり言うと、フロートラックセンサーって何のために使ってるかっていうと、麻酔科で主にやってることってのは、呼吸の管理と、あとは血液の管理なんですよ。血液の管理の時に、脈拍と血圧っていうね、脈拍と血圧を簡単に言うと、血圧は心臓をギュッと押した時の勢いですよね。で、脈拍っていうのはこの心臓を1分間にこう拍動させる回数ですね。この2つを見てるんですけれども、その脈拍と血圧が悪い時に何が原因かっていうのが、このフロートラックセンサーだったら分かりやすいってことで使われるわけですね。
要は何か容態が急変した時にすぐに対応をしやすくなるってことです。具体例を挙げると、例えばね、血圧が下がりましたって時に、このフロートラックセンサーで言うと、心経数っていうのが低い値が出ましたっていうと、これは心臓の収縮力が悪いってことがわかるので、すぐにね、血圧を上げる時に心臓のね、この収縮力を強くする薬っていうのを投与してあげたらいいですよね。こんな形でね、すぐに対応できるようにこのフロートラックセンサーっていうのを使われているみたいです。なんか3万円から5万円ぐらいするっていうのをなんか先生が言われてたような記憶があります。なので僕が体験した麻酔では、前例で使ってたわけじゃなく、使う先生もいれば使わない先生もいたって形ですね。さあ、そしてこのフロートラックセンサー以外にもう一つね、この食道がんの手術の麻酔では特徴的なことがあります。それ何かっていうと、ニムチューブっていうのを使うんですね。ニムチューブって何かっていうと、麻酔をするときっていうのは挿管っていうのを行います。人工呼吸器を使って呼吸をさせるためにこの管を入れます。通常口から入れるんですけれども、この食道がんの手術では、ニムチューブって言われる特別なチューブを使います。ニムチューブのニムって何の略かっていうと、ナーブインタージリティモニタリングの略らしいですね。具体的にどんなものかっていうと、神経損傷のリスクを減らすことを目的としたものみたいですね。手術っていうのは電気メスとかを使って熱を使うので、その熱によって、ね、他の組織が焼けたりするわけですよ。その焼けないように特別なこのモニタリングシステムっていうのを使います。それをね、ニムシステムっていうやつなんですけど、損傷しそうな時には教えてくれるっていうので、このニムチューブっていうのを使われます。実際はね、音で、ね、一度も鳴らなかったんで、本当そうなのかどうかわからないですけど、なんかそういう風にね、教えてもらったように記憶しております。もしね、間違ってたらね、ぜひ教えていただけたらと思います。そんな形でね、この日は食道がんの手術をメインに行いました。で、その後もね、やっぱね、この辺は当直なので、手術がある限り、その場にね、いなきゃいけないってことで、その後は、タビっていうね、手術の麻酔に入りました。タビってのは何かっていうと、大動脈弁狭窄症っていう、心臓のね、弁が狭くなっているってものに対して、カテーテルを使って治療する手術ですね。緊急で入ったので、こちらの方に入らせていただきました。それが終わった後もね、一件ね、歯科の手術の方に麻酔として入らせていただきました。ということでね、この日は当直ですごく頑張った一日となりました。よく頑張りましたね。お疲れ様でしたと思った方はね、ぜひ高評価を押していただけたら大変嬉しく思います。また一緒にテレビではこのように僕の研修生活の模様をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、よければぜひチェックしていただけたらと思います。特にね、Twitter の方頑張ってつぶやいておりますので、よければぜひチェックしていただき、フォローしていただけたらと思います。はい、ということで本日は研修生活157日目11月24日の模様をお伝えさせていただきました。すごくね、当直しんどかったですけれども、ただね、もうこの週で麻酔も終わるので、最後はね、頑張ろうと思ってね、やりましたね。で、そのね、頑張ろうと思ってやるとね、なんか意外に時間経つのって早かったりしますね。もしかしたらね、あなたもなんかやりたくないことってのを今やってるかもしれません。勉強もね、すべての科目が好きじゃないでしょうし、嫌いな科目もあると思います。仕事もね、全部が全部楽しいですってことは絶対ないと思います。そんな中でもなんかちょっと頑張ろうとか思ったり、とりあえずもう一生懸命やろうというふうに思ったら、意外に楽しきし、時間経つのも早いので、良ければね、ぜひそう考えて取り組んでいただけたらと思います。それでは本日はここまで。また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。